RZ の理想系っていう形で、待ってよ、これこのエアロだけでいくらぐらいなんですか。やっぱりターボですね。ターボ、はい、新発売のターボ。新発売、はい、ちょっと見せてください。では参りましょう、土屋圭一の辛口愛車チェックのコーナーです。はい、よっ。今回チェックしてもらう車はですね、BRZ ですね。そうです。はい、スバルです。だから、はい、これは結構やってますね。はい、そうですね。ね、エアロから足からブレーキから、はい、でターボ、ターボがメインです。おお、はい、これ結構やってるよ。これはすごいですよね。はい、この車を作り上げたのはトラストの川島さんで、川島さんよろしくお願いします。川島さん、カスタムのテーマをちょっと発表していただいていいですか。うん、はい、テーマはですね、トラストが考える 86BRZ の理想形っていう形ですね。ちょっと待ってください、これ今目の前に見えてる理想ですか。はい、理想の最高峰、これは一応車検対応での、まあ、最高峰と。おー、すげえ、すげえ。いや、だってレイジさんとかも入ってね、すごいですね。前もこれね、エアロかっこいいよね。いや、かっこいいっす、めちゃくちゃ。カーボンでしょ、これ。いや、カーボンですよ、これ。ね、高そう。いや本当に、ね、このリップだけで高そうだよ ね。そうですね、あのカーボンなんで。このエアロだけでいくらぐらいなんですか。エアロで、だいたいウイング別で25万ぐらいですね。あ、はい、リアウイングは、リアウイングはまた別売りです。あ、これはいくらですか。22万円です。これ綺麗だね。これボルテックさんと、あの全部エアロはボルテックさんとコラボ。あ、はい、これすっきりしてるね。ですよ ね、 そうですね、これ割とすっきりしてる。うん、うわ、まあ、なんかさ、ゴツゴツしてなくていいね。うん、そうですね、エアロもね、綺麗だね。え、川島さん、一番ここ見てみてポイントってどこですか。うん、この車に関してはやっぱりターボですね。ターボ、はい、新発売のターボキットになります。新発売、はい、ちょっと見せてください、ね。はい、うわ、うわ、すげえ、すげえ、それね、新発売ですからね。新発売のターボ、お、どうですか、土屋さん、このターボのタービンとしては06ですね。あ、06か、はい、なるほど。だいたいブーストコンマ5で、300馬力。ああ、いいね。はい、300馬力だとこのエンジン壊れない。ああ、そうですか。それ以上出すとエンジンが弱い。ああ、そうなんですね。だからバランスをちゃんと見た上で最大限マックス出るように。そうそう、うん、これだと壊れない。これターボキットでいくらなんですか。ターボキットで74万円です。ああ、なるほど、ね。あとプラスだとコンピューターが別売になってます。はい、なるほどね。300馬力いいね。いやね、ちょっとかっこいいな、ね、響きは、ね。うん、300馬力いいよ。じゃあちょっとその300馬力を実際に走行チェックお願いできますか。うわ、はい、楽しみ。お借りします。お願いします。Thank you.
帰りなさいませ。帰りなさいませ。いかがでした300馬力。まあ300馬力は気持ちいいですよ。ちょっと川島さんこれ、はい、5000以下がないですね。基本的に多分5000以上がパワーが出てしまっているのでボルトオンなので、うん、NA のパワーは活かせたままターボが乗せているので下がなく感じてしまうんだと思うんですよね。あ、はい、なるほどね。なんか5000からうーっとくるんで、はい、それまでがちょっと物足んないなと。あ、足はいいんですよ、はい、うん、足は割とちゃんと車高も落としてて、うんうん、でストロークもちゃんとしてて、うんうん、突き上げもなく乗り心地もいい、はい、ブレーキちょっと甘いですね。来ました来ました。なるほど、ね、なるほど。ちょっとちょっとちょっとストリート仕様でちょっとストリートだともうちょっと効かせないとちょっと甘いかな。甘い、うん、なんかあった時ドンって踏んだ時にスーッとちょっとな長いかな、はい、そこで響いてくるのはほらコーナリングとかがまさにブレーキとか響いてくるじゃないですか、うん、その辺のコーナリングのこうスライド感とかいかがでした。早めにブレーキ、あ、もうそっちで対応していくしかない。あ、本当はもっと深く行きたい、奥まで行ってドンドンって行きたい、落としたいよね。あ、なるほど、うん、だからその辺かな。乗り心地もいいしストロークもちゃんとしてるし、はい、エアロもかっこいいけど5000以下がちょっと物足んないかなっていうのと、うん、ブレーキがちょっと甘いかなっていうところ、はい、いやだから今のもう感想がもう本当レーシングマシンの、うん、もうその領域の感想なんですよね。確かにそうですよね。ちょっとドッカンターボじゃないけどそういうフィーリングに近い感じになっちゃうんですね。まあ、いろんなその86のターボ乗ってきてるから、うん、はい、そうですよね、はい、だからちょっとなんか5000以下もうちょい欲しいなって。厳しいな。なるほどな。ちょっとこう普段乗りすぎてるから、まあ、そうですね。もちろんもちろん、うん、NN6 から GR まで、はい、普段いろんなところの車乗ってるから、そうですよね。だからそうするとやっぱりブレーキもうちょい欲しいかなっていうのと5000以下もうちょっとトルク欲しいなっていうところぐらいかな、はいはい、いやじゃあそこがどう響くか、まさに辛口になりそうですけど。それでは土屋さんに10点満点で判定していただきましょう。ズバリこちらの BRZ 何点でしょうか。8点。おお、でも8点。仕上がりとしてはすごくいい、はいはいはい、仕上がりは全然いいのだから、はい、その重箱の隅をつっつくと、はい、俺がこの車買ったら5000円以下もうちょっとトルク欲しいな、うん、ブレーキもうちょっと効かせたいなっていうぐらい、うんうん、逆にね、だからダメだっていうじゃない、うんうん、そうかそうか、もうちょい欲しいなっていうところ。橋本さんどうですか。ありがとうございます。いえいえ参考になります、はい。なんか普通のなんかね、あのアドバイスに来た人みたいな、もうなんかありがとうございますみたいな感じで、ね、実際にあの言っていただけるとはもうこれを改善して土屋モデルを、はい、おあら来ましたね。来ましたね。そこで今一つビジネスが成立しちゃいました。いや本当ですね。ああじゃあ契約しようかな。キャリパーほら。そうそう、緑だしグリーンだしグリーンだし。そうそうそう。ね、いいんじゃないの。いいですね。はい、素晴らしい。はい、というわけで以上辛口愛車チェックのコーナーでした。はい、改造車買取専門店改造車買取本舗。高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技カスタムチューニング新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。